どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、めめしき赤まんじゅうよ。ひどいよね、ショックだわ。それはそうとね、今日はなんだか怖い知識を教えてほしい気分なのよ。そうだな、じゃあ今日は、女性が遭遇してしまった激ヤバ心霊写真9000、を紹介しようか。お、心霊写真解説の新しいシリーズね。そうだな。女性が霊障被害に遭ってしまっている心霊写真を選んでみたぜ。かなり不気味な写真が多いから、注意してくれ。怖くて震えるけど、お願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめはこの写真だ。一昔前の女子高生たちの記念撮影って感じの写真ね。そうだな。2005年に修学旅行先で撮ったらしいんだ。けど、残念ながら不気味なものが写る心霊写真になってしまったぜ。うわ、ほんとだわ。丸の部分に男の顔みたいなのが浮かんでる。さすが気づくのが早いな。うっすらと笑みを浮かべるあたりが、かなり不気味だよな。一体こいつは何者なの？どうやら、この地に留まっている自爆霊と言われているようだな。この山で亡くなった男性が霊化して、山を離れられなくなっているのかもしれん。何かやむを得ない理由で亡くなってしまった人の霊なら、かわいそうね。けど、遠くから JK をニヤニヤ見つめてるなんて、生前もそんな感じのおじさんだったんだろうなと、勝手に想像しちゃうわ。霊を勝手に残念なおじさん扱いするなんて、呪われても知らないぞ。それじゃあ、次の写真だ。なんだか楽しげな写真だわ。白い制服を着ているから、仕事中の写真だと思われるぜ。仲良しの同僚同士の思い出の一枚らしいんだが、よく見ると心霊写真になってしまってるんだ。そんな風には見えないけど、どこか変な箇所あるの？左側の女性に注目してくれ。左腕が丸々消えてしまっているだろ？あ、本当だわ。ただ腕を曲げてただけなら、全部消えちゃうのは角度的にありえなさそうよね。私もそう思うぜ。体の一部が消失したり、かすれたりする心霊写真は警告が発せられていると言われているんだ。守護霊なんかが、消えている部分に怪我を負ったり病気が発生するのを知らせているんだとか、足が消える心霊写真が撮れた人が、その後に事故に巻き込まれて足を負傷したりした例もあるんだ。それは怖いわね。この女性は無事だったのかしら？残念ながら撮影後の情報はないので、その後どうなったかはわからないぜ。この女性が今も無事だと信じたいわね。次は海外からの写真だぜ。学生さんたちの集合写真ね、楽しそう。インドネシアの中高生の写真なんだが、よく見ると恐ろしいものが写っているぜ。あ、一番後ろに黒い人影が写ってるわね。生徒の一人だけがこんなに真っ黒に写るなんて、ありえなさそうよね。そうだな。これは現地でも心霊写真と紹介されて、かなり恐れられた写真だそうだよ。この人影をよく見てみると、より濃くて黒い目がこちらを見つめているように見えるぜ。うわ、本当だわ、これめっちゃ怖い。この影はどんな霊かわかっているの？残念ながら、どんな霊かまでは情報がなかったな。けどこの影はもしかしたら、生徒たちと同い年くらいで亡くなった女子が霊化したものかもな。こういう集合写真に現れる霊は楽しそうな様子を羨んで、その場に出現することが多いそうだよ。なので、過去にここの女子生徒で、若くして命を落としてしまった子がいるのかもしれない。未練が断ち切れずに、友達を求めてさまよってるのかもね、かわいそうだわ。こういう霊をかわいそうと思いすぎるのはちょっと危険だぜ。同情しすぎると疲れてしまうこともあるみたいだからな。それはさすがに嫌、気をつけるわ。お次の写真を見てみようか。これは、変なものが写ってるのがすぐわかるわね。そうだな。女の子を撮った何気ない写真だけど、手前に当選帽するような少女の影が写ってしまっているぜ。これは怖いような怖くないような、さすがに生きている普通の人間なんじゃないの？それが、撮影者はこんな子に見覚えはないそうなんだよ。少なくとも、撮影時にはいなかったそうだ。ちょっと待って、それ聞いて少しゾゾッとしちゃった。じゃあ、この当選帽してる影は何者なの？この場所にいた浮遊霊じゃないか、と言われているな。この場所を漂っていた少女の霊が、偶然映り込んでしまったそうだよ。霊って、たまたま通りかかったりするものなのね。案外そうらしいぞ。霊感持ちの人なんかは、霊がその辺に佇んだりうろうろしているのを見かけるみたいだしな。ちなみに、こういう青みがかった色の霊は、そこまで危険な霊ではないそうだよ。それならよかったわ。ただ遊んでほしい、無邪気な女の子の霊だったのかもね。次は霊夢お待ちかねの昭和の心霊写真だぜ。まらくよ、私は昔の心霊写真は不気味すぎて苦手なのよ。てか、これはやばいわね。着物の女性の後ろに女の人の顔みたいなのが浮かんでるわ。これはかなり怖いよな。苦悶に満ちた表情に見えるし、かなり攻撃的な霊かもな。これは古すぎて情報が皆無なのが残念だが、顔の正体はこの地の自爆霊か、
もしくは誰かの生き霊なんてことも考えられるな。どっちもものすごい恨みを積もらせていそうで怖いんですけど。そうだな。私的には着物の人を敵視する、生きている女性の生き霊なんじゃないかと思うぜ。どうしてそう思うの？マイナスの感情が蓄積した時に、女性の方が生き霊を飛ばしやすい傾向があるそうだからな。なので人気の男性芸能人には、女性の生き霊がつきやすいらしいぜ。なんかその説は納得できてしまうわ。しかもこの写真に写る霊は、表情から察するにかなりの恨みを抱いてそうだしな。まさに、女の敵は女ってやつね。私たちも気をつけましょう。そうだな。それじゃあ、次の写真に行こうか。これまた一昔前の写真っぽそうね。これはもう、マリサから聞かれる前にヤバさがすぐわかっちゃうわね。そうだな。左から2番目の女性の顔付近に、赤い霧みたいなものがまとわりついているな。個人的にはかなり不気味なんだけど、何これ？この女性にものすごく恨みを持っている霊が引き起こした現象みたいだぜ。心霊写真に写る赤色のオーラや霊は、攻撃的でかなり危険っていうもんね。そうだな。そしてその恨みを物語るかのように、首筋には手のようなものも写っているぜ。これってまさか、この女性の首を、ってことよね？考えたくもないが、おそらくそうだろうな。霊だった場合は、もうすでにこの女性は取り憑かれている可能性が高いそうだぜ。これは即お払いレベルね。みんなも赤いオーラと霊の一部が同時に写る心霊写真はものすごく危険だから、気をつけてね。次は再び海外の心霊写真だぞ。美女さんが鏡の前で身支度してるわね。これは心霊写真には見えないけど。何が写っているかわかると、結構ビビるぜ。美女の左上に、険しい表情をした女性の顔のようなものが写っているぞ。うわ、本当だわ。鏡越しに、女性をじーっと見つめてる感じがするわね。そうだな。不気味に微笑んでいるようにも、女性を恨んでいるような表情をしているようにも見えるよな。マジだわ。どっちだとしても怖いけど。そして残念ながらこの霊の正体や、写真の詳細は分かっていないんだ。宿泊先のホテルでとかならまだしも、自宅でこの霊が出ていたとしたら絶望だよな。うん、鏡を見れなくなっちゃうわ。けどやっぱり、海外の幽霊さんの方が姿や目鼻立ちがはっきりしてて、なんとなく見えやすいような。そこは不思議だよな。日本の霊の方がゆらーっとしてて物陰に潜んでるよな。やっぱり国民性の違いなのかしらね。次は再び日本の心霊写真だぜ。これは過去の動画でも紹介したんだけど、女性の関係する心霊写真で不気味なものだったので再登場だぜ。とある小さな会社で撮られた、日常での写真だ。どこに霊が写ってたんだっけ？すっかり忘れてしまったわ。右側のデスクの下に、女の子の霊と思わしきものが写っているんだ。あ、思い出したわ。まるで子供がかくれんぼしているみたいよね。そうなんだ、単に積まれたものが人間っぽく見えるだけという意見もあったけど、それでは説明がつかないくらいに不可解なことが、右側の女性に起こっていたんだ。何があったの？女性はこの写真を撮る数日前から、誰かにつきまとわれている気がする、と周囲に相談していたんだ。そしてこの写真が撮れて数日後に、交通事故に遭ってしまったんだよ。それはやばいわね。そんな経緯もあり、女性がどこかでこの少女霊に疲れてしまったのでは、と思うぜ。見間違えとかフェイクって疑う声もあるようだけど、私はこれは本物の霊な気がするな。私も同感だぜ。これが最後の写真だ。これは普通の女子会って感じの写真ね。そう思うかもだけど、一番右側の女性の顔に違和感を感じないか？げげ、重なるようにして別の顔が浮かんでるじゃない。正解だぜ。まるで生きている女性の顔のようなものが浮かび上がっているな。この顔の正体は、本当に生きている女性の生き霊らしいんだ。これは被写体の女性が恨まれている予感。これまた正解だ。これは一番左の女性の誕生日会での写真で、生き霊の正体は会を欠席した別の女性らしい。その人の顔と、この写真に浮かぶ顔がそっくりらしいんだ。めっちゃゾッとするわね。でも欠席した女子は、なんで生き霊を飛ばす事態に陥ったのかしら？この二人は一時期、男女関係のトラブルで揉めていたみたいだな。その恨みが強すぎて、知らずに生き霊を飛ばすほどになってたんだろうな。女の恨みは怖い、ってやつね。仲良しメンバーで一人だけ欠席っていうのも、闇が深いしね。それ以上にすると、今度は霊夢が疲れかねないぜ。欠席したのはやむを得ない事情があっただけよね。仕方ない。ということで以上が、女性が遭遇してしまった激ヤバ心霊写真9000、だったぜ。単に心霊的な怖さのものだけじゃなくて、生き霊が絡む心霊写真が多かった気がするわ。そうだな。なんだか独特の恐怖感があったな。視聴者の皆さんも、生き霊を飛ばされないように注意だぜ。毎回冒頭で私をディスってるマリサが言えたことじゃないけどね。それは。それじゃ、今回の動画はここまでよ。各写真への考察、ご意見がある方はぜひコメントしてね。さ
最後までご視聴ありがとうございました。